皆様どうも、HNWL5100 です。今回は2019年関東衛星の初めの方に出てきた全日空、関西空港羽田便の、搭乗の方、少し、触れましたが、今回は、詳しくレビューしていきたいと思います。まずは阪和線で、関西空港まで向かいます。ちなみにこれを乗った結果、1時間前に空港に着いてしまいました。で、関空快速に乗っていきます。まあ、飛行機に乗るのはね、これが人生初なので、どんな感じなのかとちょっと緊張する気持ちはありますね。そして関西空港線です。この路線あまり乗らないので、かなり貴重な映像だと思います。で、この橋もね、あまり渡らないのね、貴重だと思います。で、もう間もなく関西空港に着きますね。僕たちが乗るのは8時10分発の羽田空港行きです。コードシェアというものをしてますね。ではこの出発ロビーから出発していきます。まずは保安検査を受けます。保安検査は原則20分前に受けないと飛行機に乗れないみたいです。で、機体が見えました。この区間は普通ボーイング777の200で運行されておりますが、この期間はお盆期間中であったため、エアバス321が運行に入っておりました。この期間はエアバス321の CEO セオと NEO ネオが、それぞれ、運行に入る形となっていて、僕らが搭乗した8月18日にはエアバス321ネオが運行に入っていました。飛行機の番号は JA136A。 この機種は、ちょうど去年の8月に運行開始した最新機種であります。ネオシリーズは現在 JA141A までありますが、 136A の登場となりました。ではね、登場していきたいと思います。登場するとね、客室乗務員の皆様がね、頭を下げてくださって、本当敬意を払ってください。ありがとうございます。で、ここがプレミアムクラスですね。で、このエコノミークラスをこの席に座りたいと思うんですが、このエコノミークラスの席に座ってみて、まず感じたことが1点ありました。それがこのエアバス321ネオの最大の特徴であります。こちら大画面モニターがついております。もう国際線じゃねえかって言われるほどですが、こちら国内線機材となっております。かなり豪華ですね。下にはこんなリモコンまでありますね。飛行機はね、案内ビデオを流しつつ少しずつ速度を上げてね、あの滑走路へと向かっております。この時はね、ちょっと離陸するんでね、ちょっと初めて離陸を離れるもんだから、ちょっと怖かったのもあるんですが、こうゆっくりと滑走路に出てくるんですね。ちなみにこのネオの大画面モニターは、動画とか見れます。ここで、飛行機、エンジンの回転数が、上がってきました。速度が上がってきました。ちなみにこのタイミングで40キロから60キロで、走っていたのが、一気に新幹線と同等の、280キロ程度まで上がるようです。飛行機のエンジンはすごいですね。この30秒からの間ぐらいでこんなに速度上げちゃうんですね。でも一気にね、関空のこの道はもう一気にもう速度上がって、もう完璧に見えない。そして今離陸しましたね。そしてね、エアバス321ネアではなく、こんな感じでね、あれが見れるんです。映像、下の映像が見れるんです。あと Wi-Fi も使えます。
いいとこづくめの機種ですね。あとビデオとかも見ることができます。あんまり、窓側じゃなかったらあんまり撮ってないのでもう終わりになっちゃうんですが、羽田空港着陸ということで、羽田空港に、今高度を下げてね着陸しようとしています。本当たったの1時間5分、今回ね10分早まりまして1時間5分のフライトだったんですが、まあ、A321 の機能に、まあ、楽しめたと思います。まあ、次ネオに乗る機会があったらもっといっぱいレビューしたいと思ってますけど、まあ、そうそう乗れる機種じゃないので、ね、乗れたら皆さんラッキーだと思ってください。でもこれ前はね見えますね、このカメラに切り替えたね前のね、あのこの人たちが後でね飛行機の後ろをしていきます。では降りましょう。本当に素晴らしいフライトになりました。そして私はこの後京急電車で東京遠征に向かっていきました。この動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。